顔が切れてる。歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲ、パーシムのハゲでございます。パーシムのハゲの中高年のゴルフ、まあ、これは中高年に限ってじゃないんですけど、パッティングのお話をしていきたいと思います。前回パッティングのお話では何言ったんだっけ、まあ、スクエアに構えるとか、まっすぐ引いてまっすぐ出すとか、そういうことは気にしない方がいいですよという話をしたんですね。でまあタイプの違うパターンを持っとくといいですよとか、まあそういう話だったんですけど、今回は、まあ、じゃあ実際に私がやってるアドレスであったり打ち方っていうのをご紹介していこうと思います。今日も花粉がすごいですね。まあ花粉花粉言ったってしょうがないんだけど、こっちからやるとねちょっとフック、こっちは反対にやるとスライスなんですけど、今日はちょっと持ち出したいパターンがあったのでそれを持ち出しました。広松元のね L 字なんですけど、ちょっとネックが変わってたり、ここがね短いんですよ。この広松元さんってデールヘッドっていう、このね寸詰まりのパターを出してるんですけど、ピンパターは私見たことあるので今在庫でもあるんですけど、 L 字は初めて見たの。 L 字のデールヘッド、かなり珍しいと思うんですけど、ちょっとこれ打ってみたくてね。で、その日のグリーンのスピードとかにもよるんですけど、基本私はあんまり手首を固めてこうでこういう感じでっていうのはないんですよ。ちょっとこうヘッドをこうグリップエンドを支点にヘッドの重さでこう打つようなイメージを持ってます。でも実際はそんなにこう手首でこうやってやってる感じじゃなくて、普通にこうやってやってるようになるんですけど、イメージはもうこうして突っといて、これをこのままこうやって動かしてる感じ。そうすると逆にこっちをガチッと固定するよりも勝手に固定されてこうやって打つようになるんですよ。こう固めてる人の方がなんかこうなびくんですよ。こうなびいたり、いろんななびき方があるんですけど、こうね手首固めようとしないで、ちょっとこういう風な握りでグリップエンドしてんで、こうやって動かしてもらうと大体こうまっすぐ動くんですよ。で固めちゃうとここが動きにくくなって、こっちが動いちゃうから、なんかこう内側引いたり外行ったり、なんでなんでってなるんですけど、ここをやってるだけでね、ヘッドの動きはねこうスムーズで、私はあんまりねこうこれはね、昔よくやってたんだけど、このイメージ全然ないです、今。むしろこの辺動かさないで、もうヘッドだけ、こう。ヘッドだけ。で、昨日言ったね、私の場合、ややオープンに構えて、足はオープンなんだけど、肩はスクエア。そんな感じ。足はね、スクエアにしとくと、腹も邪魔だし、お腹も邪魔だし、お腹出てる人やっぱオープンの方がいいと思うんだよね。まっすぐ構えとくと腹窮屈でね、フォローなんか出てかないんですよ。この方が腹邪魔にならないし、ヘッドが勝手にこうポコッとこう出てく感じがあるので、フックしないじゃん。で、とにかく手首固めないで、手首遊び作っておいてヘッドをこう動かしていく。ヘッドで肘もこういうイメージです。こういうイメージ、こう押さえつけるようにはしたくない、こういう感じで。これね意識しててもコース行くとやっぱね硬くなるんですよ、ここが。だからなおさら普段から硬くならないようにしときたい、硬くしないで。速いグリーンだともっとねこう釣って構えるようになって、もうよりねこういう感じで、このまんまこう引いてポーンって、こういうイメージ。その方がゆっくり球転がしやすいから。私がイメージしてるのは距離感で、球を転がしていくスピードなんで、
そのスピードに合わせてこうヘッドを動かしていくから、当然遅いグリーンだったらこうやって早く動かすし、速いグリーンだとゆっくりゆっくり動かすから、ここの動き方全然変わるでしょ。速いグリーンだとヘッドゆっくり、まあ、下りのパットもそう、ゆっくり動かすから、ヘッドをゆっくり動かすから自然とここ動かないでなんかこの辺でやってるように見えるんですよ。で遅いグリーンしっかりパチッと打ちたいときはこういう感じになる。だから私たちが普段やってるようなグリーンだとどっちかっていうとやっぱりこういう打ち方の方が多い。なのでそんなにねこうなんかこういうイメージは私は一切ないです。昔はそれもやってた、一生懸命ね、こっからねこうやってやって練習してた、こうやってこういう練習を。でもねこれね今ほんと苦しいのは多分ね お腹のせいだと思う。今むしろお腹に肘つけといて、でそのままこうやってやってるから、でこのお腹のお肉大事なんですよ。であと基本ね私はねどっちかっていうとボールは左側なんですよ。ただこれもこうやって構えてて、あもうちょっと右出したいなって時はこうなるんですよ。私こっからもうちょっと右向きたいなってこうやって動かない、ちょっとぐらいの時はねこう合わせて、あーやっぱもうちょっと右行きたいなって時はちょっとこうやってちょっとこう体こっから大げさにやるとこう右向きたいなはこう、それがボール、まだそうだね、うん、これだけだね。でそのまま打つ。で逆にここから、あやっぱちょっともうちょっと左打ちたいなって時はちょっとフェースかぶせる。だこれもこれは私のやり方であって、皆さんそれねこういうのを自分でねいろいろ試して、あこれいいな、こんな感じいいなっていうのをいろいろやった方がいいですよ。例えばスライスラインなんかで、まあ、スライスでもフックでもそうなんだけど、大きくねやっぱりそっぽ向くってねショートパットだと嫌だと思うんですよね。だその時にちょっとだけフェースかぶせてやれば、おっぺすことない、あおっぺすって分かんないね、あの押し出すことがなくなるから、ちょっ と捕まえて打ちたいなって時はちょっとフェースかぶせといてこう打っていく。でフェースちょっと閉じてる時はちょっと若干さっきよりもグリッププレッシャー強いです。これもね何年間でフェースの飛球線に対してまっすぐスピアに合わせてまっすぐ出すとかって、それじゃなきゃダメって思ってるとそういう発想が生まれないから、あんまり開いて打つはねやらないんですけど、開くとヒールの下っ面に当たって変な当たりになることあるんで、あとはちょっとこう青木さんプロチップにちょっとこうアウトサイドインの若干カットにこう当てる練習なんかも練習ではやってみるといいです。でそれやると何がいいかって、コース行ってここで、ね、ちょうどここ膨らんでるからいいんだけど、後ろがねエッジなんかの時あるじゃないですか、エッジの際、その時にじゃあ浮かせて球の頭叩くのかどうするのかなんて悩む時あると思うんですけど、そういう時にあこれじゃあいいやちょっとアウトサイドいいんでつってこうやって打てる。逆はあんまりないかな私の場合は、こう上げていくようなイメージ。こっちも転がりは良くなるんですけどね。だそういう遊びをいろいろやっとくといいです。これアウトサイド、こんなのもありよね、こんなのもあり。だそういうのをやっていく中で、あ私はこれがなんとなく動きやすい、やりやすい、転がりもイメージしやすいっていうのがあると思うんですよ。であとはコースによっても上り下りで全く同じように打ってたんでしょうがないからね。
下りはさっき言ったようにヘッドゆっくり動かすってことは、じゃあ緩く持っといた方がゆっくりゆっくりこう動かしやすいよねみたいな。じゃあ逆に上りでパチンと打ちたいときはどうするか。じゃあパチンと小さくパチンと打ちたいから、衝撃に負けないようにちょっと若干フェース閉じとこうと。で小さくポンと当てていくと。そういうね、いろいろなこう自分の中でのバリエーションが出てくるといいですね。全部同じ一辺倒だとわからなくなる。まあ、逆にさていろいろやろうとしてわからなくなっちゃうじゃんっていう考え方もあるかもしれないんですけど、やっぱそれいろいろ試してね、どん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 自分流、自分の引き出しを増やせばいいんですよ。そうなると YouTube でねいろんなものをあさ、ね、見漁るんじゃなくて、それ見てる時間あるんだったらパター持って球転がした方がいいんですよ。で俺はこれの方がいいな、私はこれの方がいいなっていうのをどんどん作っていけばいいんだから、そっちをおすすめします。というわけで今回もパッティングについてのお話をさせていただきました。またね、あの質問等ありましたらお気軽にコメントください。そのコメントに動画の方でお答えしますんでね、ぜひぜひコメントください。今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。揺れちゃった。